せーの、プシュ。はいどうも、ちなみずいやす、ブルです。熊です。はい、今回もね、早速やっていくんですけど、はい、今回はですね、まあ、以前挙げた人類は一度滅亡していたっていうね、あの核戦争のやつですかね、そうそうそう、地球が。まあ、あれがね、結構好評だったので、今回はね、火星の話ですね。第3アトランティス文明。なぜ火星は滅亡していたのかについて。まあ、火星といえば、イーロン・マスクが2026年火星移住化計画を進めていたり、まあ、近年話題ですよね。なんかよくねテレビとかやりすぎとかでも特に火星の話題っていうのは出がちな気がします、うん、しかし火星も地球と同じように文明が起き同じように滅んでいたって考えたらどうですか。可能性はゼロじゃないですよね、うん、今回ねそれについて深掘りしていきたいと思います。はい、行きましょう。まずはですね、なぜ火星に文明があったのかというところですよね。火星では NASA の探査機キュリオシティが2012年8月から現在まで継続的に調査を続けています。塩水の発見や巨大なクレーターを撮影など様々な功績を残しています。 NASA はキュリオシティの他にも探査車や探査機を派遣しており、2017年には探査機マーズリコネッサンスオービターから送られた衛星写真に知的生命体を示唆する物体が映り込み話題となりました。その写真がこちらです。そしてもう一枚こちらの写真をご覧ください。これは火星表面に形成されたクレーターのうち一つが奇妙な構造をしていたのです。通常のクレーターは中央部が陥没して周囲の縁が盛り上がった形になりますが、建造物のように全体が隆起した構造を持つクレーターが2つ連なっているんです。はい、まあ、いかがですか。2つ目のやつは、まあ、建造物かは分かんないですけど、まあ、明らか他のクレーターとは違いますよね、うん、これちょっと離れた場所にももう1個ありますから、もしかしたら何かしらの集合住宅とかだったのかもしれない、うん、なるほどね集合住宅にするとなんか安っぽく聞こえるちなみに NASA はこのクレーターに対して根拠のある答えはないって発言したそうです。これもなんかちょっと怪しいよね。 NASA ですから、うん、キュリオシティや探査機は他にも文明の根拠となるものを撮影しています。それが巨大なブッダ、人魚や手招きする姿に見える像、メソポタミアの神のような岩、そして人骨です。神も人型を模していますし、人骨もあったので人類のような形の生物が文明を発展している可能性もありますよね。他にもスプーンや海中で使われてたと思われるパイプラインも見つかっています。はい、で皆さんが知ってる以上に火星でいろんなものが見つかってるっていうね、うんうん、多分みんなおそらく知らないよね。確かにね、ニュースになるといってもネットニュースとか海外のニュースばっかりだから、そう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 、日本語になってるのは少ないですよね。そうで、あと有名なのはあのスフィンクス の顔とかですよね、うんうん、はい、人面岩とかありましたね。そうそうそう、思うのはあとは NASA とかで見つけてるじゃないですか、はいはい、見つけたとしても情報を流してない可能性の方が高い。あ、まあそうだね、確かに。いいものがあったとしてもやっぱ見せられるものしか流さないんじゃないかなと思います。ここまで紹介してきて文明があったことは分かってもらえたと思います。ではなぜこの文明が滅亡したのかですよね。そう、実は火星は核戦争によって滅亡していたのです。ちょっと待ってくださいよ。え、これこの間の動画と一緒じゃないですか。あ、皆さん気づきました。うん、そう、この間の動画と同じ古代核戦争が行われていたんじゃないのかということです。そう、歴史は繰り返しているっていうことです。2014年素粒子物理学者のジョン・ブランデンバーグ博士が火星は最低でも2回核爆発していると論文で発表されました。マリネンス峡谷付近に巨大なキノコ雲が見られ、これが核かメタンガスによるものだと主張しました。また大気中に高濃度の放射性カリウムがあることと土壌にウランやトリウム濃度が高いことを根拠としました。ではなぜ核爆発が起きたのか。有力な説だとこの核爆発は火星と木星による惑星間戦争によるものだとプラネット X ニュースは発表しています。正しくは木星ではなく火星と木星の間にあったマルデック星だとされ、そこにはレプテリアンであるマルデック星人が生活をしていました。火星には人型のヒューマノイドが生活していたとされ、そこに資源を求めたマルデック星人が侵略を始めたというのが戦争の経緯です。
そして結果として火星は核によって汚染され、マルデック星は破壊されてしまいました。はい、まあ以上がね最も有力な説だったんですけど、要はそのヒューマノイド型の宇宙人が争い合って核爆発を起こして滅亡させたんじゃないのかということですよね。1回の核じゃないはずですからね、かなりのたくさん爆発が起こってるからあそこまで更地になってしまったんでしょうね、うん、でもまず皆さん思うのは、そもそもこのヒューマノイド型の宇宙人がいたのかっていうところですよね。確かにヒューマノイドって今回わかんないですね、うん、これちゃんと火星において後頭部が肥大化した人骨の化石とかが見つかってるらしいんですよね。そしてここからは火星で核爆発が起きた後の話になります。マルデック星は惑星がなくなり、火星は惑星が汚染されて地上で住めなくなってしまいました。では生き残ったヒューマノイドはどうしたのかっていうところですよね。これ火星の地下で湖が見つかってるんですよね。だから地下に潜った人がいるんじゃないのかっていう、これあのネアンデルタール人と全く同じ話ですよね。本当に歴史が繰り返ってますよ、うん、ではみんながみんな地下に潜ってるはずではないので、その他はどこにいたかというと、そう、もちろん違う惑星に行くのです。そしてたどり着いたのが地球なのかもしれませんよね。地球の生命が他の天体から飛来したとされるパンスペルミア説は長期にわたり否定されています。ですがヨハネの黙示録に、さて天では戦いが起こった、ミカエルとその御使いたちとが竜と戦ったのである、竜もその使いたちも応戦したが勝てなかった、そしてもはや天には彼らのおるところはなくなったと記述があります。さらにエジプトカイロはアラビア語で訳していくと火星という意味にもなります。そしてエジプトのピラミッド、火星にもあるのは有名ですよね。しかも3つのピラミッドはそれぞれ同じ配置で一致しているんですよね。はい、でこのねパンスペルミア説っていうのは科学的には否定されています。まあ、なんでかというと、その進化論を教えてるから進化論から外れたことはもちろん否定するわだな。そうですねしかしですよ、こんなにも火星にこの痕跡があるんですよ。で例えばそのピラミッドの配置だったりとか、仮にその火星人が知っていたとして地球に持ってきたとしたら辻褄はめちゃくちゃ合うじゃないですか、うんうん、で他にもそのカイロが火星っていうね名前だったりとか、はいはい、エジプトと火星っていうのは深いつながりがあるんですよね。古代エジプトのネフェルタリ家がいるんですけど、その人たち の見た目がもうやばいんですよね。そちらねご覧ください、画像上がってるんで。先ほど言ったね火星で見つかった人骨そっくりですよね。頭ですよね、後頭部が長くて、要はあのエイリアン VS プレデターのエイリアンみたいな、モロソの感じですね、イメージ通り、うんうん、それが王族ですからね。これがねどういうことかねもう分かるかと思います。まあだから僕はね科学でねめちゃくちゃ否定されてても絶対っていうのはねこの世にはないので、本当にその通りですよ。だから皆さんがね信じるものをね信じればいいかと思います。はい、で今回のね動画はねここまでとなるんですけど、はい、まあ、そもそもがあの NASA あるじゃないですか、うん、NASA っていうあの言葉、あれをヘブライ語に直すと壮大な騙しとか欺くっていう意味らしいんですよね。だから間違いなく NASA は何かを隠したいがために作られたんじゃないのかっていうのがありますよね。なんか信用できないですね、なおさらね。そうそう、だから僕的にはやっぱり火星とこの地球の関係は深くつながっているのと、あと今人類が再び火星に行こうとしてるじゃないですか、うん、で火星で要はまた文明を築いて同じことを結局繰り返すんじゃないのか、このループですよね。実験みたいですね、なんかもう、うん、じゃね。ちなみに本当の答えはスフィンクスの耳の裏に隠された部屋があって、そこに隠されてるって言われてるんですよね。はい、最後までねご視聴ありがとうございました。ぜひねチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあな。ちなみに今のまま火星に行くと人類は68日で絶滅しちゃうらしいよ。